この動画は、PC 版アークの漂流生活をダラダラお送りしているものです。二次創作でキャラの性格が適当な点、過剰な演出が多々あることをご承知おきください。バレンタインイベント?この世界では素敵に限らず、殿方って見たことないのですが。まあな。バレンタインに名を借りた、釣りイベントよ。身も蓋もないことを。釣りですか。でも、なんでイサが蜂蜜なんです?何言ってるの?魚に蜂蜜って当たり前じゃない?いや、それは。もしかして、この世界では、ミミズやイモムシを蜂蜜って呼ぶのですか?蜂蜜舐めれなくなるからやめろ。消費期限が短い理由がわかったでしょ?やめろ。この世界の断りは常識を超えるぜ。で、釣りはどうするんです?椅子に座って、釣り竿に餌つけて、ぶん投げたらかかるのを待ってるといいわよ。魚が逃げるのです。おう、すまん。あの、魚なら潜って捕まえた方が楽なんじゃないですか?魚が逃げるわ。はい、すいません。泳いでる魚を捕まえると、普通に魚肉だ。魚捕まえると魚肉が手に入るのは当たり前ぜ。無音声だと、まだ持たないのです。奇遇だな。私もだぜ。魚が逃げるって言ってるでしょうが。はい、すいません。フィッシュ、オン。急にタイピングゲームモードに。基本的に左手で押すキーだけだから、右手はマウス握ったままで大丈夫だ。チビペットゲットしました。ということで、ハートがついている魚を釣るイベントよ。なんというか、地味ですね。まあな。チビペットのほか、チョコレートやキャンディーを釣ることができるわ。お菓子を釣る?考えるな。巻かれろ。魚の形をしたお菓子だから、蜂蜜で釣れるのですか?普通の魚も蜂蜜で釣れるわよ。やっぱり、この世界、おかしいのです。何を今さら。釣るとお菓子、潜って倒すと魚肉ってどういうことなんですか?チョコレートは、テイム値が 40% 上がる餌になって、キャンディーはペットの色を一定時間変えられるわよ。もう、理解が追いつかないのですよ。まあ、そうなるよな。あのですね。ああ、これで終わるってちょっとどうかと思うわ。何言ってるのよ。素晴らしいイベントじゃない?本音は?さ、これから何かネタ探しに行くわよ。だよな。ですよね。菜園が完成したわよ。やりました。これでお料理もはかどりますね。これを一ネタとして扱うのか?さ、これから何かネタ探しに行くわよ。だよな。ですよね。ということで、スピノサウルスをテイムしてきたわ。有望そうな若者です。貴重なテイムシーンは?おう、わかった。そこで、キャンディの効果を見てみましょ。また、見事なパステルカラーだな。あ、色が変わりましたよ。下がって全体を確認です。これは、一人付きとララ?混ぜるんじゃねえですよ。今はリトルツインスターズですよ。キャンディは可愛い系の生き物に使うべきね。これ、サンリオの許可は取ってるんでしょうか?いや、色だけだといらないだろ。それでは、ハッピーバレンタイン。さて、綺麗に締めたところで、今年のバレンタインはどうだったかしら?世間はテレワークだし、14日は日曜だったし、無駄な出費や太る原因がなくなってよかったですね。では、また。